皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤芽衣香です。今日はクリスタルフルートの教本からロンドンブリッジを演奏させていただきました。今日も使用している楽器はクリスタルフルートで一番大きな楽器、一番長い楽器ですね、デーフルートを使っています。このエチュードで気をつけなければいけないのは、一番最後のね、最低音の銅の音ですね。これを押さえるのに上から順番に来るんですけども、ここからここまでの距離が少し遠いのでね、人差し指と中指がベストポジションにいても、小指が例えば横に置いてる方だと戻ってくる時のこの距離感っていうのがね、難しかったりするので、そこを繰り返し練習されるといいんじゃないかなと思っています。それでは皆様、またね。